皆様こんにちは、高井ひろえです。さて本日は今月9日の12時30分に2022年3月期第3四半期決算を発表されましたアルコニックス株式会社代表取締役武井正人社長から今回の決算の総括と今後の見通し展望などについてご説明をいただきたいと思います。武井社長よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それでは2022年3月期第3四半期決算についてまずはこちらの映像をご覧くださいませ。その後で武井社長にご説明をいただきお話を伺ってまいりたいと思います。2022年3月期第3四半期決算につきましてご説明申し上げます。本決算の概要につきましてはすでに公表しております決算説明資料の3ページから6ページと8ページから14ページまでをご覧ください。連結売上高は1142億円、前年同期比407億円増加、率にして 55.4% 増加いたしました。依然として新型コロナウイルスによる感染症の流行が続く一方で、国内外での感染症対策が進展し、経済活動の本格化が始まりました。その結果、第2四半期に引き続き半導体、電子材料や自動車関連の取引が好調に推移し、売上高は前年同期と比べ増加となりました。セグメント別の売上で見ますと、商社流通がおよそ 59%、製造がおよそ 41% となり、前年同期と比べて商社流通の比率が増えました。売上総利益は連結で194億円、前年同期比60億9800万円、46% の増となり、売上総利益率は 17% でした。今期期初から好調に推移する電子材料、半導体関係のほか、世界的に復調した自動車関連の需要が継続して堅調であり、グループ全体での増収により売上総利益は増加いたしました。販売費及び一般管理費は国内においては感染症対策の進展とともに経済活動が正常化し、人流・物流の回復から半導体・電子材料・自動車関連の需要増加による取引増加を受けて営業費用が増加した結果、前年同期比16億円の増加となりましたが、好調な売上を背景とした増収効果が上回り、受取配当金などの営業外収益も貢献した結果、段階利益はすべて前年同期を上回りました。営業利益は前年同期比 115.6% 増の84億3000万円、経常利益は前年同期比 112.6% 増の88億500万円となりました。前期は経常利益構成比が商社流通がおよそ 43%、 製造が 57% でしたが、今期は逆転し、商社流通がおよそ 55%、製造がおよそ 45% となりました。なお、四半期純利益は前年同期比およそ48億円増加し、266.9% 増の65億3000万円でした。次に、資料の14ページをご覧ください。貸借対照表の概況についてご説明申し上げます。現預金は2億円の増加です。営業債権・債務は債権が91億円増加、債務が76億円増加です。棚卸資産は154億円の増加で、商社流通セグメントの取引が継続的に増加した状況を反映したものとなっています。固定資産はおよそ10億円強の増加です。主として製造子会社の有形固定資産の取得などによりおよそ20億円の増加となり、
のれんを含む無形固定資産の焼却によりおよそ10億円の減少となりました。自己資本比率は前期比およそ 3% 増え 31.9% となりました。資料の5ページにお示ししておりますが、ネット DE レシオも前期比同水準で引き続き1倍以下で維持しています。次に今年度2022年3月期の通期業績見通しについてご説明申し上げます。資料の16ページから18ページをご覧ください。年度末まで依然として新型コロナウイルス感染症の再拡大の可能性が残るものの、感染対策が一層進み、経済活動は回復基調にあるとみます。とりわけデジタルシフトが進む中、スマートフォンや IT 機器向けの半導体・電子部品関連の需要は堅調に推移するものと見込まれます。また回復が進む自動車も、電装化・自動運転技術・脱炭素化に呼応した EV 車への世界的転換が電子部品・半導体関連需要の増加に拍車をかけ、業界の垣根を越えたさらなる需要拡大が見込まれます。しかし旺盛な需要が期待できる一方で、急激な需要回復と生産拡大は世界的な物流面での混乱をもたらし、半導体部品や関連素材の供給不足が生じています。そのため一部の需要化による生産調整が断続的に続くことが懸念され、通期の業績予想に際し先行きの不透明感が否めません。年度末に向け、新型コロナウイルスによる感染症の新たな変異株の出現やその世界的流行が起こるような事態となると、世界経済の成長の鈍化が起こり、当社を取り巻く事業環境がさらに不透明になることも予想されます。これらの点を踏まえ、資料の17ページにお示しした内容に修正しております。セグメント別については資料の18ページをご覧ください。売上高の構成は商社流通が6割、 59.9%、 製造が4割、 40.1% と、前期と比べてみてもおよそ 3% 程度の違いで、特段大きな変化はございません。利益面については、商社流通セグメントの電子機能材事業は引き続き好調に推移すると見込まれますが、グローバルな半導体不足による IT 機器、産業機械、自動車などの生産調整による影響が懸念されます。アルミ銅事業は自動車関連の需要の増加が見込まれ、堅調さを維持するものと予測しています。また製造セグメントの装置材料事業、金属加工事業ともに総じて堅調な需要が継続し、商品出荷増に転ずると見込まれますが、半導体製造装置など向け精密加工部品は半導体不足により出荷の調整局面が見込まれます。これらの要因、懸念材料を総合的に見て、セグメント利益は商社流通がおよそ 56%、 製造がおよそ 44% を見込んでおります。2022年3月期第3四半期決算について皆様にご理解いただけたかと思います。ではここから武井社長に今回の決算についての総括と今後の見通し、そして展望についてご説明をいただきたいと思います。では武井社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡山で第3四半期はですね、前年同期と比べても、また21年の11月、去年のですね、5日の日に見通しを変更したんですけれども、その修正した見通しに対しても、今のところ非常に進捗が順調であるというふうに言えると思います、おめでとうございます。その要因なんですけれども、まずは、社会的にはですね、非常に今規制要因が多くて、そうですね、コロナの変異株を含めていろんなものが規制要因としてあるんですけれども、その中にあって、我々はもともと商社であったという、これをベースにして、2001
1年に第2の創業である MBO をすると、はい、それから2009年にですね M&A の中でですね、まあ、製造メーカーを初めて M&A をして、うん、そこから10社もう1社もすでに、うん、アナウンスもしてますけれども、まあ、順調にそういう形で、我々自体をですね変容させているということで、まあ、商社自体が持ってた時代からですね非常に広い事業領域を持ってまして、うん、それからそこへものづくりが加わることによってものづくりから、はい、まあ、需要をですねもう少し掘り起こす、そこからまたヒントを得てですね、うん、次の事業展開をするというようなことで展開をして、うん、まあ、結果として今の段階でもですね、うん、かなりその複合企業的な形になってはいると思います、うん、そういうところがですね、はい、まあ、プラスに効果が出て、はい、まあ、マイナスを打ち消してですね、うん、マイナスはまあ当然あったんですけれども、その部分をまあ打ち消すような形でですね、結果としてまあ今のところいい結果が出ているというふうに分析をしています。なるほど。特にどういった分野が良かったでしょうか。我々が常々言っているのはですね、はい、まあ、電子部品、うんうん、から電池に関連する材料から半導体、まあ、半導体の製造装置、それから実装装置、まあ、それらのお客さん分野として自動車産業があるんですけれども、はい、まあ、自動車産業はですね、まあ、いろんなことがあったんですけれども、はい、その中で、ある意味堅調に、まあ、生産を積み上げていかれたということが我々にとっては非常に大きな追い風にはなったと。なぜそういった逆風があったのに堅調に、はい、進めることができたんでしょうか。そうですね、やっぱりもうちょっと産業のやっぱり力だと思いますし、はい、まあ、事前にいろいろご準備されているところもあるし、うんうんうん、それからまた対応力も相当、はい、持っておられるんで、そういうところが、まあ、発揮をされたということじゃないでしょうかね、うんうん、なるほど、はい、ありがとうございます。あと他にどのような好調な要因があったのでしょうか。もう一つ、その今時代の趨勢として、まあ、カーボンニュートラルとこう言われて、そういう点から見ると自動車に関して言えば、まあ、EV 化が随分進展してまして、うん、これは、まあ、はい、言われて随分時間が経ってはいるんですけれども、ここへ来て本格化してるんだなということが我々としては非常に、まあ、手応えを持って感じているというところです。で、 EV 化が進むということになると、例えばまずエネルギー源としての電池、これはまあ非鉄の塊なんですね。で、そういうものの需要が伸長するということで、まあ、まあ、これに関連して電子部品ですね、それからこれも電子部品もですね、搭載個数が増えるのと、それから搭載されるものの、まあ、内容的にと高度化というふうに言った方がいいでしょうかね、はいはい、そういうものが進んでですね、まあ、非常に大きな需要分野になると、うん、からそのエネルギー源と例えばいろんな動力源との間のつなげ、はい、つなぎですね、はい、つなぎに大きく貢献するのが非鉄の例えば銅であったりアルミであったり、まあ、その他の材料だったりするんで、まあ、そういう分野での、大きな需要があって、それにやっぱり、我々は応えてきていると。それから、まあ、電池含めていろんなものが重たいんで、はい、まあ、そのエネルギー効率を良くするためには車両自体を軽量化するということで、はい、車両の軽量化には例えばアルミを中心としてですね、うん、まあ、大きなマーケットの広がりがあるというふうに考えています。なるほど。なんか先ほど電池というお話が出てきたんですけど、はい、具体的にどういった電池なんですか。二次電池と言われてて、はいはいはい、要するに充電が可能だと、うんうんうん、電池の世界で二次電池っていうと、まあ、ニッケルカドミウム電池っていうのがありまして、そこからニッケル水素、はい、それから次にリチウムイオン、うん、でその先は、まあ、いろんな全固体の電池だとか、まあ、電池の種類っていうのはたくさんあるんですけど、今、うん、リチウムイオン電池が一番、大きく脚光を浴びていて、そこの分野でいうと、まあ、先ほどちょっと申し上げた通り、これ非鉄の材料の塊なんで、うん、まあ、我々が一番扱ってるのは外装材って言って、はい、その電極を、まあ、パッケージする部分の、素材をカバーのような、取り扱いをして、はい、まあ、かれこれもう20年以上やってる仕事で、まあ、ここへ来てですね、取り扱い量が非常に増えていると、はい、いうのが、まあ、我々にとっては非常に強みだというふうに考えています。うん、なるほど。やっぱり資源高の影響もあって追い風になったっていうのもあるんですかね。そうですね、こればっかりは、まあ、はい、予測をして何かができれば、うん、
大変な利益を生むのかもしれませんけれども、はい、まあ、そういう原料の川上の部分についてはですね、うん、あんまりタッチをしないように、まあ、はい、投資金額も例えばするということになれば大きいですし、まあ、どちらかというと、うん、まあ、そういう意味で言うと取り扱いの中でですね、取り扱いの金額的に、うん、まあ、増えているということが言えると思います。アルコニックスの語源はアルミカッパニッケルなんですけども、あ、なるほど、からなんですねこの3つ明らかに、はい、需要が強くてですね、マーケットが強いと、いうことが続いてますし、はい、まあ、そういう点ではですね、急に大きな変化は来ないと思いますね。はい、なるほど、ありがとうございます。あとですね、2021年の末に公募増資をされましたね、はいはい、こちら武井所長なりのどういったお考えがあって実施されたんでしょうか。アルコニックスっていう会社はですね、はい、まあ、ここ20年で MBO をしてからですね、うん、まあ、商社プラス製造業ということで、はい、特に製造業はですね、まあ、設備投資がやっぱりポイントになってきますので、はい、まずその買収するときにお金がいるのと、そこから先にそのまあ PMI っていうんですけど、ポストマージャーインテグレーション、はい、その会社をもっと良くするためにもお金がいるということで、うん、資金需要が非常にある会社なんですよ。なるほど、はい、で、まあ、はい、若いんで、はい、まあ、そんなに大きな蓄積がないんで、したがって、まあ、今までは、まあ、資本政策としてはいろんなものを考えて、うん、資本政策の一部で、まあ、当然その公募増資も、まあ、今までかつて、上場東証の一部二部ジャスダック行った時に2回ほどやってるんですけれども、うん、はい、今回は、まあ、かなりいろいろ事前に準備をしながらですね、うん、その旺盛な我々の資金需要を満たすためにね、はい、まあ、公募増資をさせていただいたということで、はい、まあ、おかげさまで、思った以上に好評だったような気がします。うん、なるほど、はい、ありがとうございます。分かりやすい説明ありがとうございました。昨年の M&A についてお伺いしたいんですけれども、はいはい、まあ、どういったシナジー効果を見込んでの、はい、これは非鉄金属の加工をする会社で、何をするかっていうと、はい、コネクターっていって、うん、まさにそのつなぐという部分を、まあ、担う会社なんですね、うん、で、まあ、その一番導電率がいいのは銅なんですけれども、はい、この銅を、まあ、プレススタンピングをしてですね、うんうん、端子というものを作って、はい、それをですね、まあ、業界に納めをしているんですけれども、うん、まあ、そういう意味では電子部品にもつながるし、うん、自動車にもつながるし、うん、それ以外の産業機器にもつながるしですね、はい、そういう意味でつなぐ部品を作りながら、業界として、まあ、事業としてつながっていくというような、効果があるというふうに考えてですね、はい、昨年12月ですけど発表して、はい、まあ、クロージングは4月ですけども、うん、一社、はい、新しい仲間が増えました、はい、なるほど。今までも M&A は積極的に行われている印象なんですけれども、はい、今後もそういったご方針をお持ちなんですかね、はい、それがやっぱり我々にとって大きなね、うん、エネルギーを発揮もすれば動力源にもなるし、まあ、場合によってはお金もいるんですけどね、はい、そうですね大きな事業の母体になっているというふうに考えてますので、はい、今後とも引き続き積極的にやっていきたいというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。武井所長、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様失礼いたします。